ママはやんないのかな。ママはやんないんだね。じゃあパパと一緒に作ろうか。はい、完了。完了。はい、完了。まずさなちゃん、このクッキーをそのビニールの中に入れてください。全部。全部入れてください。うん。白いとあれこれは？それ後で使います。いいのかな？いいか。でもそれ、うん、そうやって自分で。それでこれで、これでそれを粉々にしてください。この棒で。どこで？その辺でいいっすよ。ここで、うん、そう、ドンドンってやっていいよ。そう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 。こうやって持って中から飛び出ないように。それでそう、細かくしてください。無塩バター 40g、はい、無塩バター 40g加熱します。はい、じゃあ加熱しましょうか。いい。はい、じゃあこれを。はい。なんかもうちょっと大きくなったらさ、それはさなちゃん。危ないよ、さな、後ろ。あ、じゃあこれちょっと入れるね、パパがね、入らない。はい、これで、で、ここ今入ってるから、はい、で、このやつで、ね、待ってね。500で、これ時間はどうやって設定するんだ？一回500で押して、押して、あ、そうね。うん、時間後40秒だっけな？3から40秒加熱だから、これで、はい、押してください。これ？うん。はい。まだな、電子レンジでピーってやったら、さっきのこんなだったよ。こっち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 。はい、じゃあこれ冷やそっか。ね。クリームチーズと卵を混ぜます。はい、じゃあ混ぜてください。それで混ぜてください。何回も言ってるか。うん。お。お。気をつけてよ。お、だいぶ混ざってきたね。もっと混ぜようね。もっとね。うん。うん。そう。全部ジャーッと入れちゃっても。うん、そうそう。うん。生クリームあともう一個。はい、入れて。うん。今日、そーっと入れてね。うん。そう。全部入れてください。全部で混ぜてください。混ぜてくださいね。優しく混ぜてよ。こぼさないようにね。うん、そうそうそう。すごいね。うん。チーズと卵。いいよ。それだからそのしゃもじ使った方がいいんじゃない？ああ、そうそうそう。うん。いいよいいよ。どうせ混ぜるんだから。それを、うん。その白いのを、そうそうそう、そっちに入れて。そうそう。まあ、潰さないようにね。そうそうそう。全部入れて。うん。潰す。
はい、でこれがさっきの混ぜたのと、ここにクッキーを引いた型で、あとはこれをこっちに入れて、どれよこれ、これ、うん、できる？さなだけど難しいからパパがやろっか。こぼしたらダメよ、危ない、危ない、ほらほらほら、もうこぼしそうじゃん。それもそろそろ使って入れないと。一緒にやったらじゃあ、ママ取ろうか、うん、はい、一緒にやろうか。じゃあ、はい、それ持って、じゃあ、はい、さあ、さあ、はい、ここ、ここ、ここ手やったらついちゃうでしょ。はい、待って、ちょっと、はい、じゃあ、あとは、わかんないな、もういいよ。あとこれ焼くだけだね。ね。あ、まあいいのかな。どうだ。もうすでにちょっと割れてるかな。うん、チーズケーキの匂いすんね。そうじゃない？うん、すごい、これ2人で食べるの誰と誰、うん、ママもね、食べるのは参加するんだって。なんで、なんでだろうね。パパとサラで作ったのにね。ね、なんでなんですか、当たり前でしょ。リクエストしたのはママ。ママ食べるの、何食べてごらん。ほらね、おいしいでしょ。さあ、まあお腹空いてないか。おいしい。どうしたの？なんかね、でも甘い。うわ、うまい。レモン？うん。おいしいさな。おいしいんだ。うん、なんかね、うん、甘いね。レモンがちゃんと甘い？うん、ちゃんとね、うん、砂糖とかもね、うん、ちゃんと混ざってる。お砂糖もちゃんと混ざってる。おいおい、ちゃんとできたね。卵をちゃんと混ぜてる。うん、そうだね。バラバラも混ざってる。